ワクチン後遺症の可能性を指摘されておりますが、病院は認めません。お兄いちはです。えー、っと、現在の私の状況から述べていくと、えー、コロナ後遺症と似た症状が出ているっていうことです。このように、不臭ができていたり、出血したりしております。で えー、私はコロナはずっと PCR 検査では陰性できておりまして、体の倦怠感、節々の痛み、それから頭痛、吐き気、めまい、で3回ぐらい倒れて <laughs>、一度は頭の針を6箇所縫いましたっていうのもあげてたんですけども、まあ、病院内でちょっと倒れてしまったりとかいうこともありました。 でそれまでは、えー、見てくれるかっていうものがなくてですね、えー、呼吸器内科福岡大学病院ですねで同じく福岡大学病院の精神神経科、えー、紹介を受けた、えー、小幡クリニックさんっていう神経内科脳と神経血管には異常はないよという形で言われまして、えー、そこの先生から 歯科大学病院の方に感染症科っていうものが。一応あのできるよ。みたいなお話を聞いて現在は歯科大学病院の耳鼻咽喉科に通ってる状態です。上が7月21日、下が9月の15日今日ですそれでもやはり頭痛とめまいっていうのは取れなくて。車の運転も。 基本的にしないいでください薬を飲んで、まあ、薬物では合法なんですけど薬物を飲んで眠気が来るようなものを飲んでの運転をすると罰が大きいですよ事故を起こした時ひどいですよっていうお話もあって、まあ、その辺で仕事が滞ってたりはします、うん、喉の上の方最初は蓄能、えー、症だねット いうお話だったんですけれど、まあ、海が溜まっておりましてそこを切除し切開して海をすり出してで出血をしてる腫れもしてるっていう部分がございましてこの辺は画像を挟みますもしくはもう挟んでるかもしれないですでサッカー療法、えー、こっちから内視鏡を入れて左に綿棒を入れて患、えー、部を 薬をつけて、えー、処置していくっていう方法なんですけどもこれであの激しい頭痛っていうのはだいぶ治まったんですけども突発的に起こる頭痛っていうのがあったり吐き気もそうなんですけどいきなりやってくる怖さがあります鼻の奥に入れてするのも結構痛くて最初は僕涙は出ました <laughs> 泣くまではなかったんですけどそれぐらい痛みはあるんですけどその痛みがあっても楽なぐらい、えー、頭痛から解放される部分っていうのはありましたあ他の部分が治ったかっていうとまだ治ってなくて、えー、来週の月曜日かな複製、えー、会病院の、えー、神経内科、えー、この前血液を 種類かな7本ぐらい抜かれて、えー、月曜日の9時から神経に実際に電気を流して体の反応を見るというテストが行われる感じですねで4月の後半ぐらいからこれが顕著に出だしておりましてそれまではずっと忙しくしてたんですけどもデスクワークにかかりきりになった うん、えかかりきりになってそれからちょっとひどくなってきたかなっていうところですね体を動かしてる間の痛みとかはまあほに体を動かせば疲れもするし痛みも出るよっていう考え方で生きてるもんで,で私自身がまあ痛みにそこそこ強かったりもしますから、うん、なんとかだましだましやってきたのがもうだませなくなった感じって っていうのが現実で,す、ね、でまあこれからもまたいろんな病院をたらい回しにはなると思うんですけどもまあおいおいお知らせしていければなとこういう情報があるよっていうのをお伝えできればと思っております。それででではは今日はここまでで